コンプトンガンマ線観測衛星は、アメリカ航空宇宙局が1991年4月に、スペースシャトルアトランティス、STS-37 に乗せて打ち上げた、ガンマ線観測衛星である。アメリカ初のガンマ線観測衛星で、10キロ、電子ボルトから30ギガ電子ボルトまでのガンマ線を、検出できた。数多くのガンマ線バースト現象の発見に貢献し、 ガンマ戦天文学は大きく発展した。クグロは、ハップル宇宙望遠鏡、チャンドラ X 線観測衛星、スピッツァー宇宙望遠鏡とともに、NASA のグレート・オブザバトリー計画シリーズとして、計画された大型の天体観測衛星の一つ。クグロは、姿勢制御用のジャイロスコープの一機が故障したため、2000年6月4日に、指令により、 地球大気圏に制御再突入させて消滅した。この時点では観測運用はまだ可能であったが、ジャイロスコープがこれ以上故障して制御不能なまま落下すると、その巨大さゆえに大気圏再突入の際に燃え残って地上に被害を及ぼすことが懸念されたため、制御可能なうちに再突入させた。ありがとうございます。